こんばんは。にゃん、なんかいっぱい映ってるわ。なんかいっぱい映ってる。どうしたもんか。どうしたもんか。こんばんは。本日6回目の配信となります。見てください、じゃーん。今日は変えましたので開封していきたいと思います。これからもうなんか変える機会そんなにないかもって思って、ちょっとさ、ちゃんと五条先生とヘッドロココが出るまで、か私が広島に帰るまでに当たるのかっていう懸念点。オンラインサインからお疲れ様でございました、ありがとう。うちがサイン会ツイートでマッキー持ってた写真、美しすぎて化粧品持ってるかと思った。嘘そう、なんか今日言われましたね。第五人格の上橋の歌詞も、そうなの。知らなかった。こんばんは。一応誕生日センスお願いします。あ、今誕生日センスやってないんですよ。そう、新しいバージョンになっちゃって。さきちゃんお誕生日おめでとうございます。おめでとう。そらは今日シェイクシャック行ったって。うん、あの写真送られてきました。うん、こんばんは。今日誕生日でした。お、りょうさん誕生日おめでとう、おめでとうございます。7月10日の5周年コンサートと7月17日のスパーク、ありがとう、待ってます。ぜひ皆さん5周年お待ちしてます。5周年、最近今村さんにハマりそうです。なんで、何がきっかけに。フォートナイトの新シーズンだいぶ変わっててびっくり。まず今日5時に起きてさ、サイン書きながら七並べしながらワンタイムの実況者さんの配信見てた三足のわらじしてました。でも誕生日だった。よっしゃ行くぞーさん、お誕生日おめでとう、おめでとうございます。あー、よっしゃ行くぞおめでとう、こんばんは。今日可愛いと思いすぎて、なんで前髪が花輪くんみたいに綺麗に流れてるの気持ち。もうね、切ろうかと思って。ありがとうございます、お疲れ様でした。ありがとう、お疲れ様。切ろうかと思ったんだ前髪。火曜日にね、そのあて思った。みちがキャプテンになってから頑張ろうって思ってることとかって何。頑張ろうって思ってること、でも今まで以上に視野を広げるっていうことと、礼儀を正すことと、あ
とは、まあ、頑張ろうじゃないですけど、なんて言ったらいいんだろう、頑張ろうというか、自分の中ではみんなの個人個人一人一人のすごい一番のファンみたいな感じっていうか、であろうって思ってます。今日のサイン会みちは別会場だったの？そう、今みち7並び1ね、ありがとうございます。私も今日めっちゃ久しぶりにゴールデンベッドタイムを全部走れたんですよ。9時から10時まで。そう、だから嬉しくて。でもね、そう、この前髪なんか意外と人気やんね。めっちゃ上がっててびった。開けてますので見させていただきます。そう、シーンってしてたんよ今日。悲しかった。サイン会場の照明も良かったんかな。私の力やで。こんばんは。今日初めて七並べで撮りました。お、ありがとう。行くよ。じゃん。あ、あれ？揃ったんじゃない？姉妹。あれ？しま、揃った？揃ったよね、姉妹。お、それは熱い。あと1枚もう枚シールで数えよる。開けさせていただきます。あかんな、これ。うん、食べきってるの。まだね、食べきってないけど、でもちょくちょく食べてますよ。帰る頃には全部なくなってる。あかん、もうこれは食べる覚悟をして上から開けよう。いつもなら開くんですよ。よし、誰だ。よし、あ、なんか強そうな気がする。手持った的に。いきます。じゃじゃん。わあ、でも好き。メカ丸。あ、でも好きですわ。うん、あー、でもかぶってないね、すごい。なんか強そうなオーラがしたんよね、手に。目が光ってね。あー怖い、あー怖い。ちょ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 、ちょっと食べちゃおう。やっぱやめよう。今日ね、スタッフさんがね、スタッフさんっていうかキングレコードさんがね、めっちゃ可愛いあのドーナツをくださって、
もうねちょっと食べちゃったんですけど、これどこもかじってないじゃんって思うやん。どこを食べたかというとこういうことなんですよ。上についたの猫猫ついてて、これはアザラシ上の子を食べちゃった、さっきね。美味しそうなんですよね。可愛すぎて食べれないけど、可愛すぎる。なんか今日のラッキーフードがドーナツだったらしくて、だから買ってきたよって。優しいですよね。可愛い、見て見て、リボンしとんよ。ほら見て、このリボンめっちゃ可愛くない？このリボンすごい。リボンで回る、リボンがさ、ちゃんとリボンって分かるのがさ、すごいところですよね。はっ、どこ行ったの？こんばんは。喉渇いた。残された子は何て言ってますか？肩の荷が下りたぜ。ごま、ごま、顔ゲーって言われてる。違う。
ロマアザラシってことか。すごよく考えられてる。おいしい。皆さん、口ついてない。皆さん、私のどんな役が見てみたいですか？ブリッコ、ブリッコハナちゃんでやってん演技でってことね。落語じゃなくてロボットゾンビと戦うやつ。悪女、悪女先生、藤子ちゃん、ホラーの JK、 反抗期の子供。今から反抗期の子供やるのはきつくない？22歳で反抗期の子供を演じるのはちときつくない？やってみたい役でもそうなんですよ。私も結構なんか神様とか純粋な心が綺麗な役しか、矢野修司さんをやった時は別にあれだったんですけど、なんかめっちゃ心が黒い役やってみたい。どういう風だった？うん、前髪。わしゃなんちゃらで土地をなんちゃらじゃって言っとったっけ。なんて言っとったっけ。くれくれで土地をこう校庭回したるわみたいな。何だったかな。あ、コンフィデンスマン大好き。コンフィデンスマンやりたい。舞台でヴァイオレット・エヴァーガーデンのヴァイオレットちゃん。そんなさせていただけるんですかって感じやんね。わしゃクレで何だったかな。ワイヤーじゃ、ワイヤーじゃ。ミュージカルは興味ある？私ずっとミュージカルに出たいんですよ。ミュージカルに出たいですって言ってたら、初めてセプトさんに出演させていただいて、でも音楽と演技の舞台の共存融合だから、そうすごく好きですね。おじゃる丸様。おじゃる丸舞台化するならやりたい。眉色は揃えないんだね。これはなんでかというと、メールで送りました。今日のしょうがないんです。確かにみちゃんミュージカル本当
でもミュージカルってめっちゃ大変よね。皆さんはさ、自分が本当にやりたいことってどうやって見つけました？見つけてる？一人クレヨンしんちゃんしんどすぎ舞台じゃない。さっきのドーナツ屋さんのサイトにたどり着きました。早っ、すごっ。広島にはない。そうなんだ。そうそうそう、相当歌うまくないと。そうそう、発声の仕方が違うよね。アニメの声優は興味ある？うん、なりたいそうだから、なりたいものが多いんですよ。子供の夢を叶えていって、子供の頃の夢、間違えた、子供の夢です。子供の頃の夢を叶えていって、素敵。タジオ公演のボクボクのみちさんめっちゃ好きです。嬉しい。なんで？どこが？声優いいかも。でもさ、それもどうやってなれるかわからんじゃん。養成所に行くのかな。まあ、から。あ、じゃあ、ルマリスマ。イクミママ。この服かわいいよね。女子アナ無理です。語彙力がないので。アッシュに声優コースね、スカウトされる可能性もある。そうなの？へえ。舞台と声優ってイコールなとこある。そう、でもまちこさんがこう稽古に参加されるようになってから、こうなんかね、あのあれですね、声優さんは声で全てを完結できるけど、舞台に立つときは体全部、顔とかも全部気にして全てで伝えなきゃいけないからみたいな違いをちくりさんが伝えてらっしゃって、確かに全てがあっての舞台なんだなって思いました。アイドルで一番でもうまい、うれずい女優より俳優、間違えた、声優より俳優になったし。いやーねー、なれるのか。その服の全身写真まだもらってない。でも送るって言ってない。私劇団四季見て舞台役者一緒になってみたいと思ったね。え、私も劇団四季さんに出たいよ。オペラとかになるとマイクだし。うん、サイン会やった後に配信してくれてるのは見てだけかも。嘘やん。ほんま？ほんま？本気で目指せば声優さんにもなれそう。なんなんじゃろうね。ほぼ初見だけどすごいいろいろ深く考えて好きになりました。本当ですか？本当に初見？
なんかさ、違う違う、レッスンからやるね。でもやっぱえぐいレッスンした方がいいんだよ。すごいね、一生オーディションされてる方もすごいよね。そうなるよね。でも多分俳優さんとかって配役オーディション、声優さんとかも、自分のお仕事が未知のところまで届いたらいいなと思ってます。ありがとう、そんな糧にしてくれて。待ってます。全身写真撮ってないんですよ。すいません。3ヶ月に1回オーディション受ける。朝ドラとかもでしょ。大変な世界だ。一般の仕事でも見積もりがオーディションみたい。じゃあ私たちは話し会があれなのかな、オーディションみたいな。全てがオーディション。なんかこれ受けますみたいなものが実際にない分、逆に全てがそうってことなのかな。ありがとう、嬉しい言葉を。お話し会のオーディションがお話し会の売り上げとか、そういう全てのことっていうか、皆さんとっていうものもあるけど、そのいろんなことでってこと。難しいです。また配信します。ちょっと大人っぽい話でしたね今日は。はい、22シギさん、21位シェンさん、20位タカユウさん、19位テリーピーさん、18位ゼノラニカメグレさん、17位ジョーさん、16位ライザンさん、15位オフさん、14位アモズさん、13位エムケンさん、12位アツさん、11位キミさん、10位マサジさん、9位セリアさん、8位ホアンさん、7位長谷川さん、6位マサさん、5位ブルーさん、4位ホジェさん、3位坪ユウスケさん、2位ブルーノさん、そして1位はドルルンちゃん、トラッキーさんでした。ありがとう。血並びもたくさんありがとうございます。私もまた明日やります。それではまた、じゃあねー。